疲れ様です。お疲れ様です。俺のエフェクターボードっていう動画をね、考えてね、今日はわけあって名前出せない友達のミュージシャンを呼んできました。よろしくお願いします。あのちゃんとしたミュージシャンなんて、なんかあのね、わけのわからないやつ連れてきたと思われても、ここは全然あのちゃんとしてますんで、まあその方のエフェクターボードをね、面白おかしくね、やっていきたいと思います。じゃあ1個目からいきましょう。これは何なんすか。これ割とバッファーというか、あ、バッファーね、ちょっとだけ味付け、常に踏みっぱなしって感じですか。基本そうですね、やっぱその、はいはいはい、まあ、場所によりけりなんですけど、うん、そのやっぱちょっとアンプが下手ってるところがあるじゃないですか、調節アンプが、はいはい、でそういう時にやっぱこう結構これが入ることで、はい、EQ の効きもすごいいいんで、はあ、まあまずこれから撮るってことですよね。そうですね、次こっちですよね。これチューナーです。チューナー、ソニックリサーチの、これ有名なんですか。これストロボチューナー、結構精度がめちゃくちゃ良くて、へえ、俺初めて見たこれ。これめちゃくちゃおすすめです。抜群な精度 で、 そうです、ね、この次がここなんですよね、はい、これもエキゾチックの、これコンプレッサーですね。 あコンプ入ってるんですね。コンプレッサーですね。次ノイズゲートに行ってますね。これですよね、ボスのノイズゲート。これがちょっとセンドリターンでつなげるようになってて、これがセンドリターンのあれですよね、はい、そこに歪み系のエフェクターを入れてます、はい、どっちもトライアルさんのあれになってますよね。そ、両方モディファイなんですけど、ほんで、で戻った後にここですよ ね、 ーーってますね。これは何のあれなんですか、役割というか。これも普通にもう原因足すというか、やっぱ高くなるじゃないですか、はい、音。そうっすよね、踏むだけで。これでアンプいってるんですよね、このまま。はい、ここからインプットにこういってんすよね。アンプにいってます。アンプでちょっと軽く歪んでます。このあの何でしたっけ、ディレイですよね、まず。ディレイです、ボスの。ボスのディレイ、はい、私も使っております。どれも抜かれた。これすげえ、あのめっちゃいいですね。めちゃくちゃ良くて、これはもうほんまにこのオンリーワンのキャラクターを持ったコーラスなん で、 でこのリバーブなんですけど、これいくらでしたっけ。これ4000ぐらい。安っ。4000ぐらいで、ただその音痩せはすごいですね、はい、ディスるわけじゃないですけど、音痩せと引き換えに素晴らしい音、あの音痩せ込みでその音みたいな。でここがあれですよね、カスタムオーディオジャパンの、はい、パワーサプライですね。これよく見ますね。これよく見ます、はあ、合計いくつつないですか。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 個つないでますね、普段の感じで。踏みっぱなし、もうこいつとこいつとエキゾチックグループがもう踏みっぱなしっていう感じですよね。あ、そうですね。言おうとしますわ。うん。あ、すごい違う。厚みがかなり変わりますね。普段の歪みの感じやってもらっていいですか。これ今踏んでないんですか。ノイズゲート。なるじゃないですか。はい。これやばくないですか。やばい。マジみんな使えばいいと思う。いや全然違う。全然見ないんですよ。ここの音出てる人いるんですか。こういうの。これ俺出てる。これまあ音変わんないですよ。しかもなんならちょっと太くなるんですよ、こいつ。これ欲しい。これおすすめですよ。これもめちゃくちゃ売れるんじゃないですか、今ので。ガッツリ歪みを入れるわけじゃないみたいな、少しキャラクターを足すみたいな。そうです。ああ、ちょっとブルースらしい音色になりますね。あ、いいじゃないですか。あ、渋い感じの音に。これ結構割とガッツリ歪んでるんですけど、またでもこれ全然余力あるんで歪みない。しかもこれブーストもできるんで、なんかあのコード感がそのまま綺麗に残ってますね。歪んでもね、コード吸っちゃいましょうか、こいつ。これやばいですね。いいっすね。
っぱり他じゃあディレイちょっといっちゃってもらっていいですか。あ、いいっすね。どうなるんですか。これ割と飛び道具。はい。これなんかもうあのキャラクターが半端ないですね。神が降臨したからの。神々の遊び的な。これってなんかあの原音。なくしたとかそういうわけじゃないですか。あ、それいじれるんですよ、このミックスつなぎ。あ、そうなんですか。あ、残したままとか。あ、はいはいはい、だからさっきはどっちかというとその弦音を結構減らし目で、ほぼほぼ鳴ってないこれ。へー、だからちょっとシンセっぽい感じになってたんですね。で、上げていくとかき消しちゃう感じですかね。さっきのディレイも踏んだらどうなるんですか。もうはちゃめちゃんな感じ。より一層あの神々の遊びみたいな。はあ、薄めたら割といい感じになるのではなかろうかと。はいはい。あ、いいっすよ今の。てな感じでね、紹介させていただきましたけど、これからもね、はい、この企画ね、はい、ガンガンやっていって絶対続くですよ ね最終的にはやっぱね、B'zの松本さんとかね、そうですね、オファー来るように多方面から多方面から、まあちょっといろいろね、まあ、有益な情報をね、伝えていけるように、ね、頑張りますので、はい、今後ともね、よろしくね、お願いします。